はい、速稼塾の久保です。まあ、ビットコインについてその歴史と価格を、まあ、こうやって、ね、振り返っているんですが、ビットコインの歴史って言ってもね、2008年の年末からなんで、本当にね、十数年のことなんですよね。まあ、当然ですけども、インターネットがこの世の中に出てきて十分それが行き渡ったからこそ、ビットコイン年というね、暗号通貨、仮想通貨っていう概念も使えるようになったわけですよ。インターネットっていうそういったプラットフォームがなければ、暗号通貨っていうね、そういったコミュニティも生まれなかったかなと思います。そういう意味で言うと、まあ、適切な順番で、時代っていうのは進化してるなってことですよね。インターネット革命の次は、ね、通貨革命。私もね、2012年頃だったかな、そういう話を聞いて確かになと思った思いがあります。まあ、お金っていうのはね、全ての人が、使うものですからね。はい、ということで今日はですね、2013年、ちょっと内容盛りだくさんの2013年についてお話ししていこうかと思います。それではね、メモを見ながらお話ししますので、皆さんもね、耳を澄ませてお付き合いくださいませ。2012年なんですけども、終わり値が1013円だというお話をしました。最初に 0.07 円からスタートしたビットコイン、この時点でもうね、どのぐらいですか、4000倍ぐらいになったということになると思いますけども、じゃあ2013年はどんな幕開けをしたのか、3月11日の記録です。終値は一気に4倍になって4736円になっております。1ビットが4736円です。すごいですね。バグによりブロックチェーンの分岐が発生したということで、ブロックチェーンが分岐したらしいんですよね。ビットコインのバージョン 0.8.0 のバグにより、数時間の間、これまで最長のブロックチェーンの分岐が発生しました。この問題は 0.8.1 へのバージョンアップによりすぐに修正されましたということで、事なきを得たわけですよね。次のニュースは5日後に入ってきます。値段はね、ちょっとだけ下がったんですけども、4597円。3月16日の記事ですけども、キプロス危機により、これ懐かしいですね、キプロスショック、キプロス危機によりビットコインの価格が上昇したとされております。3月16日から始まるキプロスの金融危機により、キプロス国内の銀行が閉鎖されるなど、法定通貨ユーロへの信用が低下し、ビットコインの人気が高まりました。これにより一時1ビットコイン266ドルとなり、過去最高の価格となったのがこの時です。この時にですね、金融危機が起きると、そのお金の対比先としてドルや円ではなくって、ビットコインもあるんじゃないのっていうことを市場が感づいたってことですよね。次です。3日後、3月19日、値段は1000円ちょっと上がりました。5718円になりました。世界初のビットコイン ATM がサービス開始ということで、この時ですよね。だからもうビットコインのATM ってのはまだね、10年も経っていないってことなんですよ。本当最近ですよね。あなたは10年前何してました？多分ほとんど変わんない暮らしだと思いますけども、暗号通貨の世界は目まぐるしく変わってるんですよ。だから暗号通貨にしっかり関われば、目まぐるしく変わるような人生がこの10年あったんじゃないかなと思います。アメリカのカリフォルニア州のサンディエゴで世界初のビットコイン ATM が設置されたということで、今でも稼働してるんじゃないですかね。そしてそれから半年ぐらいニュースはありません。2013年の10月1日にそのビットコインが注目を浴びたとき、やっと13,356円というふうにね、前回の値段から 2.5 倍ぐらいになりました。半年で 2.5 倍になったんですよね。オンライン闇市場のシルクロード運営者が逮捕ということで、これもね、大きなニュースでしたね。ビットコインを使って闇の市場が、まあ、マーケットがですね、流通されていたということです。アメリカで違法薬物の取引を行っていた闇サイトのシルクロードの運営者が FBI により逮捕され、サイトが閉鎖されました。これ衝撃的なニュースでしたよね。ビットコインで流通していたんで、取引されていたんで、顧客情報がほとんどつかめなかったというニュースがあります。あれでもビットコインってどっからどこへ行ったのか、そのログが追えるはずじゃないのっていうふうな疑問も同時に生まれました。どういうふうになってるんでしょうね、これはね。まあ、ウォレットが匿名なんでわからないってこともあるかもしれませんけども、でも所詮インターネット上の記録ですから、情報開示して誰がそのインターネットの、ね、アカウントを持ってるかってところまでたどり着けそうなもんなんですけどもね。はい、次のニュースは2ヶ月後になります。10月から2ヶ月経つと、なんとですね、価格は10倍になってます。10月1日に 13,356 円だったビットコイン、22月4日に12万3100円になりました。 NHK で初めてビットコイン特集が組まれる。これね、多くの方が見たと思います。私も見ました。 NHK が初めてビットコインに関する特集を放送しました。日本の大手放送メディアで最初にビットコインが取り上げた例となりましたということで、この10万円台っていうのがここで安定するわけなんですよ。で、さらに1日経ってですね、この日ビットコインが史上最高値となり11万円ですけども、
日本円ビットコインでの取引で一時12万7800円を記録したということで、ビットコインを私も知った時からいつか10万円になるかなという予測はあったんですけども、あっという間に10万円を突破したということでね、私もこの辺りで慌ててビットコインを購入することを検討し始めたということになります。で、2013年の最後のニュースは12月5日同じ日に入ってます。この日のビットコイン価格は11万円ですね。中国政府が金融機関によるビットコインの取引を禁止しました、あっという間に禁止したんですよ。これによってこれから何が起こるんだろう、ビットコインは使えなくなるんだろうかという動揺が私の中にも広がったことを覚えております。最高価格を記録した同日、中国政府が金融機関によるビットコインの取り扱いの一切を禁止することを発表しました。これに伴い民間の中国取引所が自主的に一時サービスを中止するなどして、これ以降大きく価格が下落することになったということですね。2013年はこういう事件が起きて、ここからね、ビットコインの暴落と言われるものが始まるんですよ。で、今度2014年の話を次回しますけども、なんとですね、10万円を突破して最終的に値段が落ちたといっても11万円だったこのビットコイン価格が、2014年の2月にはですね、1万8000まで戻しちゃうんですよ。だからビットコインは終わったなって言われたのがここだったんですよ。10万円に返り咲くことはないだろうというふうに言われてましたけども、ある一人の人だけはですね、私のところにビットコインは100万円とか1000万円に向かうよっていうふうに言われました。今その方は女性なんですけども、ドバイに住んでますね、広島でビットコインのことをお話しされていた方です。まあ、この方に関しましては、ビットコインを、軸にしたね、いろんなビジネスを紹介してくださって、その紹介のすべてが全員に利益をもたらしたわけではありませんけども、多くのチャンスをもたらしてくれたことが事実です。そしてその方はビットコインが1000万円になる、1億円になるというふうに当時も言われてたような気がしますね。そして実際にそうなっているというところが今本当に恐ろしいなと、やっぱり先の見える人は先を見てるんだなと思いましたね。じゃあ本日は以上でございます。次回は2014年いってみましょう。